やっぱこれがないと逆にとか、もう企画こすりすぎてなくなっちゃったかと思ったよ。これこれはもう、これはもう絶対ササピーのイベントではやるんです。あ、そうなんですね。洗礼です。俺たちはササキングになるんだ。うわ絶対なるぞ。ノリ良くていい。これむちゃ簡単に言うと、はい、ササキに関するクイズが出て、はい、どれくらいお前はササキなんだっていうのを試すっていう。佐々木、どれだけお前は佐々木なんだっていう、真の佐々木ならどんな佐々木のことも知ってるはずだっていう。おー、なんかなんだかんだ杉田さんがめっちゃ強いんですよ。いやいやいや、佐々木なんですか、ね、年代がね、年代がね、そういう感じなんですね。年代がちょっと幅、あの自分の壺に入るところって問題が出題されることが多かったから。なるほど、そうそう、佐々木に関する。そうそう、あと佐々木役だからね、うん、あ、確かにそうです。勝ちたいな、次は、うん、勝ちたい、私も勝ちたい、うん、佐々木の魂、はい、一番正解された方には佐々木の中の佐々木、佐々木キングの称号がもらえます。よっしゃ、欲しい、絶対なるぞ、はい、ああ、さあ2代目の佐々キングになるのは一体誰なんでしょうかねって。じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、じゃあ最初に、よいしょ、頑張ってペロ、はい、佐々キクイズ第1問。え、日本に佐々キ駅という駅があります。マジで現在もこの佐々キ駅がある都道府県はどこ？ちょっと待って、全然思いつかないです。駅ですよ、だってこれ書くやつ、書くやつ、あ、フリップある、横にあるから、佐々木駅から来た人はさすがにいない、いないいないいないですかね。じゃあ池袋からはだいぶ離れてんだ。あーな、佐々木駅、佐々木駅、次は佐々木、佐々木、いや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 、なんでとかも説明できないぐらいわからない。そうですよね、うん、由来、いや地名に多分佐々木町とか佐々木市とかってがあるのかなってことなのかな。それともなんか佐々木家が牛耳っている駅、強え、強地主みたいな、佐々木一派が、そう、でも佐々木さんが多いとかも佐々木さんそもそも多いから、うん、めちゃくちゃ難しいですよね。でも佐々木さんってそんなに人生で出会ったことないんだけど。嘘、あら、うん、あ、どこ出身ですか。東京、東京じゃないんだ、あ、じゃあやめとこ、東京、東京はやめよう。さあどうですか、かけました、あ、かけてないですね。でも埼玉も言うて多くなかった気がする。なんか、埼玉じゃないと、とりあえず知ってる県名確保、埼玉じゃないよね、うん、どうしよう。さあいかがですか、上の方、上の方、なんでお客さんからヒントもらわないの。なんとね、佐々木駅を知ってる方がいらっしゃる、いるんだ、いるんだ、いるにはいるんだ。マジか、え、利用したことはありますか。はない、ないない、利用してはない、ない、だから引き出そうとしないの。そ れ, それではじゃあ見ていきましょう。じゃあまずはじゃあ杉田くんから、もうわかんない、山口県、おー、はい、なんかでもちょっと苗字っぽいですもんね。そうね、確かに、あ、なるほど、ゆきさん、私、あー、そうか、なんかぽいぽい、なんかぽくない、なんかありそう、ありそう、で待って、ぽさしかないんだけど、うん、すいません、私もぽさでいきます、はい、新潟、あー、ぽい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 、あの、私は座りとその近くで、のちゃん、富山県、あー、ぽい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 、昨日行った、昨日行った、昨日行ったわ、あ、昨日行きました、あ、いいな、これ海鮮美味しいですよね、美味しいね、あの、えのきくんと、あの、白エビ食って帰ってきたから、あー、いいな、あの、佐々木とピーちゃんでも行きましょう、ね、やっと、はい、行きたい、どこなんすか結局佐々木は、答えはどこよ。そう、では正解を見てみましょう、はい、佐々木駅があるのはどこ県、やる、47分の1、すごい、お客さんからテレパシーで聞き出したろお前、やばすごい、すごい、さすが藤崎さん、異能力者なのかもしれない、異能力者だ、佐々木を当てる異能力、すやった、すげえ、芽生え始めてます、やばいじゃん、すごいな、参加率高いしな、私当ててきますね、うん、よっと、これ幸先いいですよ、すごいや、さあ高橋さん正解です、すごい、すごい、後でやっていきましょう、びっくりした、悔しい、びっくりした、うん、次の問題いきましょうか、はい、佐々木クイズ第2問、佐々木健介さんの現役時代の得意技の名前はノーザンフーンボム、プロレスの問題ですね、今絶対書いちゃいけない言葉思いついちゃった、絶対ダメだ、どうしたの、聞かないでください、生配信してる、そうですよね、あ、後で裏でこっそり教えて、はい、
ノーザンってなんだ。ふふふボム、これは文字数もこの文字数なのかな。ふふふボム、ふふふボム、3文字ってこと。ふふふボム、ふふふ、よくないね、どうしよう。ノーザン、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 ふふふ、わかるんだ。ああ、わかる人いる。マジか。そういうことなんじゃない。ノーザン、そういうこと。どういうことだ。そういうこと、そういうことなんじゃないの。ノーザン、もしかして。ノーザン、え、な、え、え、ノーザン、はい、あ、それともノーザンだからそういうこと、そっちについてる。え、どうした、そっちについてるって。なんだ、何がついてる話ですか。どういうこと、頭の中で何が展開してるの今。え、プロレスじゃないものが展開してないか、大丈夫か。大丈夫です。まあ講義に言えばプロレスです。そうか。あ、行きましょう。はい、もう本当正直すまんかった。よし、じゃあ見ていきましょう。じゃあ今度はむっちゃんから。はい、むっちゃん、もうごめんなさい、全然わかんない。ノーザンコインボム。近くにスリーコインズがたまたま目に入ったものじゃないか。よく行くんで、なんかやっぱ行くんだ。コナンの名付けみたいな。目に入ったもの書く。とりあえず。はい、高橋さん。はい、なんとなくノーザンクロスかなと思って。私も迷った。ノーザンと言ったらクロスつくみたいなね。クロスつけてみました。ぽいぽいぽい。ゆきさん。あ、だい、ノーザン佐々木ボム。自分の名前か。そうそう、三文字、ね、技だしさ、はいはいはい、3文字だし、オリジナルホールドを決めちゃうわけね。そうそう、はい、ノーザンライトボム、ライトボム。え、はあはあはあ、これは なぜ。これはなんとなくスーパーファミコンのプロレスゲームで使ったような気がします。あ、やっぱゲームは全てを教えてくれるんだ。そうね。そうですね。確かそうだったような。うん、じゃあ答え、正解は何でしょう。わー、やっぱゲームだ。ゲームなんだ。やっぱゲームが全部だ。すげー、ありがとうございます。すごい、やっぱ詰まってんだな。ね、うん、うん、さあまだいけそうだな。まだいける。私じゃなかったか。さあまだいけるんで第3問。何、出たよ、出た。これマジで苦手なんだって。あ、これマジカル頭脳パワーみたいなクイズが来ましたね。え、はい、あるのは鈴木、電源、自然、ゼッケン。ないのは佐々木、合戦、機械、背番号という。懐かしいですね。あ、そういうこと。あ、ええ、あ、結構難しいかも。何、あ、こういうの苦手だな。あるなしクイズ。わかんねえよ。ピンときた人いますか。ピンときた。おお、早いよ。頭が柔らかい。めっちゃ柔らかい。いいな。ゼッケン、わざわざカタカナで書くんだ。あ、でもゼッケン。ゼッケンってカタカナ以外であんの。え、下漢字のゼッケンって何。ひらがなも漢字もなかったです。どういうこと。鈴木にあって佐々木にないもの。電源、自然、ゼッケン。なんでかっこいい読み方したの。なんか発音してみたらヒントあるかなと思って。鈴木、電源、ゼッケン、自然、ゼッケン。余計わかんない。わかんねえな。ちょっと待って、違う、あるな。え、なんだこれ。ある、ある、いやいや、あ、違うんですよ。あ、そういうことか。はい、ないと思ったらあったんだ。あったんだ、ね、私もそれ繰り返してますね、やっぱり。うん、え、マジでわかんない。うわ、どうしよう、どうしよう。これヒントとかある系のやつです。おそらくないかも。ないの、あってほしい。これはちょっともうわかんないから、なんか答えとくか。そんな偉いよね。いやいや、無理だよ、こんな。オッケー。そんな何無理だ。これヒント、あるものの言葉を変換すると。変換。ありがとうございます。え、変換。鈴って何。リンリン。お、音、いや違うよな。電源。ナチュラル、ナチュラル。ゼッケン、電源、ゼッケン、エレクトロニック。え、何、
機械鈴木って鈴木やんそれ言ったらもう佐々木だって佐々木やん佐々木やん、ね、ダメかもしれないもうダメだよ、だんだんもう多くの人が分かったよなんで分かんねんだよという分かったような顔してる分かったような顔してるだけ笑ってらっしゃるみんなニコニコしてる何かを取る取る と, 取, ると取ってみて取る何を取る何金取れた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 待って待って取ったけどちょっと取ったけど何これなんて書いたらいいんだこれなんて書くのこれなんて書くのなるほどちょっとじゃあとりあえず全部やってみようなんでなんか人にヒントだけあげちゃったかもしれないどういうことまあいっかはい、わかりましたよしじゃあ杉田君から見ていきましょうかはい、はい、正解はですね、濁点とかを取ると違う言葉になるああ、それってなんて言うんですかねねえ、すすきになるし、うん、そう最初はもうよくわかんないからもう筋肉マンの超人のモチーフって言おうと思ったはい私は匂いおなんかもしかしたら臭いのかなってなるほどどういうことなんか鈴木の匂いわかんないけど鈴木臭くないよ、うん、多分臭くないんだけどいい匂いもあるもんねそういい匂いもあるし、はいはいはい、なんかあ匂いがあるっていうのと匂いがないっていうのなのかもだからわからないのかも私にはと思って今地からは匂いがわかんないから音とか匂いとかなのかもと思ってなるほど目に見えないものをそうそう書いてみたんですね匂いにしてみたすごいな、うんうん、キャラモノの香水と香水を合わせて二人は概念で絡んでるみたいなそういうやつだなんならキャラ香水作りに行きますからね素晴らしいいいねそういう店があるんですよはい、高橋さんそうなんだはい、じゃあ行きます私も同じ感じでございまして点々を外してみました私も同じ感じなんです、わー、ほんとだみんな気づいてるでも、これをなんて言っていいのかよくわかんなくてそうなんですよね、うん、さあ、正解はあーでも匂いがある可能性もないですかいやでも佐々木さんだけ無臭ってことはないんじゃないそっかってなりました佐々木無臭なんだ、僕と高橋さんとむっちゃんが正解でやったーじゃあ次ラスト問題ですかねはいはい最終問題はこちら会場にいる出たよ佐々木の人数は出た出たこれ4月のイベントもやったんですけども、今この会場にいるお客さんの中で佐々木さんが何名いるのか予想し一番近かった人、人数を叩き出した人には1ポイントを差し上げます左賞は100ポイントですなんと待てなんとこれで逆転できるかもしれないってこと、はい、ピタリならもうこんなの分かんない、はい、ゼロ点の私でもいけますねピッタリ狙いましょ う, 狙いましょうピタリ賞なら佐々木っぽい人何人だ会場何人いたんでしたっけね、今日の会場結構、まあ、でも結構いらっしゃるけど我こそ佐々木という人はねちょっと笑顔にしてもらえると、ね、あ、旧姓もありなんですよね旧姓もあり旧姓もありか元佐々木笑顔じゃなくなった人がいたなんかあそか佐々木じゃないぞってこうやって佐々木だったら笑うのかしら、ね、なんか佐々木だけど佐々木いや佐々木だったら済ますな済ましてる人探そうあなるほど佐々木さんはじゃあお済ましな感じで他の人難しいですね確かに、さあどうだじゃあこうよしはいじゃあ杉田くんから6人多めですね多いっすよです、ね、実はいるゆきさん私は2人やっぱ人数を考えても、はい、かかさん1人あ私も1人ですちゃん1人おさあ正解はさあ佐々木我こそ佐々木って人手を挙げておーっぽい3人です3人くそー意外といるってことは一番近いのはゆうきさんの2人かなやったーあじゃあ1点もらえるこれは1ポイント、うんうん、ということは勝負としてはどうなってます今さあ結果は総合のポイントは出ましたか結構いい勝負してるんじゃないですかそうかも接戦さあいかがですかさあ来た佐々木クイズ結果出ました杉田くん2ポイント、ゆうきさん1ポイント、高橋さん2ポイント、むっちゃんが1ポイント
ということで、2代目ササキングは僕と高橋さんが同時優勝です。おめでとう。